この番組は輝く女性を応援するちょっぴりエッチで面白い大人のバラエティ番組です。輝きチャンネル、輝きチャンネル、キラ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 ということでね、はい、今回も始まりましたけれど、はい、この番組はですね、うん、輝いてる女性を応援しようという番組ですね、うん、ということで、はい、今回もですねレギュラーの新宿輝きのマシロちゃん、坂口アニちゃん、はい、よろしくお願いします。引き続きねデリバリーヘルス輝き在籍マシロ、誰とでも打ち解ける柔らかな雰囲気で大人気の彼女は3ヶ月連続人気ナンバーワンの実力者タレント、坂口アンリ。バラエティ番組やグラビアなど多方面で活躍し、現在は期間限定でデリバリーヘルス輝きに在籍中。今日はゲストはいらっしゃらない。今日はいないです、ゲストは、この4人で。今回の企画はですね、はい、女心を知っているか対決。お、こう長らくマシロちゃんとずっとこの番組やってきてるんで、マシロちゃんにこうプレゼント2人が用意しました。おお、これ値段も言っていいですかね。はい、値段5000円以内でお二人でマシロちゃんにプレゼント買ってきてくださいっていうの。嬉しい。だからどっちが本当にこうマシロちゃん見てきたかで、アニちゃんには外から見てもらってどう判断したか。あ、いいと思う。そう、さあどっちが喜んでもらえてくる、はい、これ負けた場合は何かあるんじゃっけ。まあ、勝った場合はですね、はい、勝った何かあるか。マシロさんからバックハグ。バックハグ、そうですね、勝ちたい。そうですね、勝っちゃうよ。負けた場合なんて言いました。立っちゃうんじゃん。いや、まあ、ヤンキーの人みたい。確かに、お前立っちゃうじゃん。まあ、客観的に見てください。客観的な女性の意見で。じゃあプレゼント、マシロちゃんはもう自分、はい、2人と私はもう心のままに楽しんで。確かに、はい、本当にいいです。どちらから出しましょうか。じゃんけんする。じゃんけんにしましょう。じゃんけんで、じゃんけんで最初グー、じゃんけん、ほい。勝った方がどっちがいいか。先、おお、やべ、先手必勝だ。すごい自信があるってこと。こちらのプレゼントはこちらです。え、チャチャ出ました。これはもう、これはなんかいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちらからプレゼントで、えい、わあ、これはラッピングがされてます。わあ、来た。これはワインですね。なんかやっぱマシロさんといえばお酒好きな、プレゼントしてあげた方がいいなと思いまして。嬉しい。でワインもやっぱり持ってくれてたところがマシロさんなんで、やっぱ白ワインにしようかな。うフルーティー、すげえ考えてるな。あ、すごい。嬉しい。わ、本当に嬉しかった。嬉しい。これだから、アンリさん的にどうですか。素敵だと思います。だってあとお酒が好きっていうのを覚えてたっていうのがポイントアップです。あ、よし、いただきます。今日一本飲んでください。一本飲みちゃ飲んじゃうかも。伊勢丹やん、すごい可愛い、女子っぽい、かわいい。なんだろう。丁寧に食べ物をしていただいた。なに、グラス。ちょっとセットになっちゃった。それで完成じゃん。飲み口合わせた。これ二人で一つのプレゼントみたいになっちゃったんだけど、まあこれリーデルという、まあ、有名なグラスメーカーで、フランスの。軽っ。あ、すごい軽い。2つセットなんですね。そうなんです。すごい、かわいい。もちろん、まあ、小石田くんと一緒で、まあ、小石田さんはお酒が好き、うん、で、まあ、何でもハイボール飲むし何でも飲むと。でこれは一応ワイングラスがあるんですよ、はい、カベルネメルローグラスって言って赤ワインを飲むときに使うものなんですけど、これで多分ハイボールとビールもいけるし、チューハイも別にここに入れて何でもいけるから、まずこれを選んだ。それお、あとなんか飲みながら配信をしてる、はい、あ、すごい、はい、それの情報も聞いたので、まあ、その一緒に配信する方と2人でセット乾杯と、はい、すごい。もう飲みたいかな。確かに。ただこれはもうなんか2人ともね、ちゃんとマシロさんのこと2人
二人とも分かってる、覚えてくださってる。ただだけじゃない。え、おっと、どういうこと。だからお金がかかってない、これですね。出ました。私もですね、ニッチローブレンドと、これニッチローの宣伝だ、宣伝。ニッチローの、宣伝だよ、これは。待って、待って、面白い。家にあったの。すごい。え、嬉しい、嬉しい、嬉しい。そういうね、やっぱ。客観的に見て、どうですか。何が真剣だから、選べないな。まあ、2つ、まあ、こう、ね、一応お酒っぽいもの、お酒っぽいというかね、大好きなものは、一応プレゼント2人はしましたけど、今までこう、もらって嬉しかったっていう、プレゼント。はい。まあ、よくお仕事でお客様からプレゼントいただくことがあって、うん、そういう時に嬉しいのはやっぱりお酒だったりとか、あとは使い勝手のシンプルなアクセサリーとか、どこにでも合うようなアクセサリーとか、結構そういうのが嬉しいなって思いますね。アニさんはどうですか、なんか一番もらって。私、指輪をもらったことがありまして。それはもう結構重い気持ちの指輪ですか。重い気持ちではない。あ、欲しい欲しいって言って、それで、ね、欲しい。そう、もうブランドの嬉しくて。それ今でも取ってあります。どっか行った。お前本当に嬉しくて、どこ行ったんだよ。まあその時のね、お付き合いしてた方からですからね。他に何かもらって嬉しいものとか何かあります。でも7年遠距離してた彼氏の新幹線で、その京都駅なんですけど、京都駅まで着くあのワクワクさが私の中のプレゼント。いや、素敵なこと言うなおい。じゃあもう新幹線の中がこの放送紙を開けてるみたいな時、うん、そうあった時にめっちゃいいこと言うな。じゃあこれはね、選んでもらうしかないですからね。いやー、もう引き分けとかもないもんね。きついですね。きつい。なんかその本当に真剣に選んでくださってるのが伝わってきちゃったから、ちょっとどうしても企画としてはダメなの分かってるんですけど、選べません。いや、まあでもそれは嬉しいことだけどね。嬉しい。やっぱ本当に素敵なプレゼントしがいあります。確かに。なんかもう本当性格の良さがにじみ出てるとか、選べない。私と全く違うなっていう。え、じゃあ選べます。私選べます。まあ自分のプレゼントじゃないし、ね、じゃあアンリさんに決めていただいて、はい、私がじゃあその勝者の方にバックハグを。そうです。はい。だからアンリさんがちょっと後から伝えてください。はい。この後結果発表です。はい、ということでいよいよ結果発表のお時間が参りました。はい。はい。じゃあ僕らは目をつぶるので、うん、ね、アンリさんにどっちか刺してもらって、後ろから刺してギュッと。はい、はい、じゃあ僕ら目つぶります。いきます。はい、お願いします。フェイントかけたりもします。ちょっと、はい、うわ、なんかゴチみたい。それではお願いします。せーの。え、聞いてました。勝者にハグって言ったんですよ。敗者にビンタって。敗者にビンタ、敗者言ってくる。急に何、急に何。フィリピンパブの人喋ったの急に。敗者言ってくる。で、両方良かったと思う。本当に私は選べなかったです。何がダメだったんですか。あ、そうだ、コヤクの線を抜くやつがない。なんで俺そこまでケアしない。持ってます。持ってます。はい。じゃあ落ちてよかった。はい。あいつちゃんと抜きます。抜きます。いいですね、抜きます。以上、二人の最高のプレゼントでした。ありがとうございます。ありがとうございました。